OK! 今回もレイドモードをやっていきます。いや、今回はキャラクタークレアを使ってやっていきます。うん、武器はどうしようかな。どっちともショットガンか。アサルトライフルと、で、ショットガンで OK かな。うん、ショットガンで完璧。前回の実況でね、ステージ1をクリアすることができたので、今回からステージ2をプレイしていきますのでね、2ですね。戦場に行く格好じゃねえな。殺されても文句言えねえぞ、こんなの。エロすぎる。実にエロい。はい、こちらになりますね。ステージ、ミッション1ですね。レッツゴー。あいえ。今回のミッションは、柱を守るのがミッションになりますね。敵を倒しながら、うまく柱を守っていかないとね。めちゃくちゃ来そうな感じするんだよね。やめて、そんな来る必要ないからね。来なくていいんだよ。来る必要ってないからね。よし、やってきた。ミッションスタート。この柱を守り抜くミッションになりますね。すぐ倒してやるわ。ノーダメクリアでいこうよ。ほらららら。ララララララ。ララ。これ全方向から来るのかな？後ろからも来るパターン。お、アイテムあるね。アイテムが隠されず普通に置いてあるっていう。お、MG か。リボルバーだね。おー、パーツゲッチいいね。おー、待て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 。行くな、すごい勢いで行ってる。待て待て、ストップ。そんなすごく行かなくていいでしょ。ちょっと待てよ、お前。ねえ。バカかよ。早すぎんだよ、足が。無視すんじゃねえ。よし、パーツゲッチ。カム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 カモン。すごい勢いで走ってきてる。けど、ご苦労さん。倒します。アイゲッチ、ヘッドショット。んー、残りはナイフで倒そうかな。ほら、ノン。おい、どうした、どうした、ノン。あ、すごい近づいてきてる。お、どこ行く、どこ行く、どこ行く。おさ、おさ、はっ。あー、まずい、ダメージ与えられた、最悪。やっぱナイフじゃ無理だね。アサルトライフル使っていかないと。おお、なんだあれ。あ、普通のゾンビね。よし、ビーター。なんかテケテケみたいなやつが。あー、豚来てんじゃねえか。豚ストップ。待て、お前もストップ。よし。あ、頭切れた、最悪。ののの、待て。豚やめろ、豚どこに行く。ルフィじゃねえ。ルフィ言えばいいと思うなっつってんだろ。よし。あっちからか。豚がうざざざざーい。豚。かわいい、ちょっとかわいい。そんな言うほどかわいい。足。おらら、ストップ、ストップ。なーに、また玉切れ。おまいがし、しねい。オーケー、ごたです。豚は格闘攻撃でいいかな。おい。えい。今、匂い嗅ぎに来たな。お前、クレアの匂い嗅ぎに来やがったな。うわー、こいつ来んのかい、マジで。まずは奥にいる豚をやっつけようか。玉、無駄遣いはできない。的確に。まあ、多少、柱ダメージ受けてもいいでしょう。よし。で、ショットガンに切り替えて。ボーン、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 ウェイ、飛んでけ。地球のゴミとなれ。ほいや、へい、ちょいな、いただきました。ほうほうほう。あー、後ろからめちゃくちゃ敵来てんじゃねえか。アサルトライフ、切り替えて。どっちか来た？どこだ？あ、こっちか。ヘッドショットできればいいんだけどね、なかなか難しいからね。全然当たらねえ。よし。弾はここにあるからね、取っていかないと。取っていかないと。あー、ののの、なんか攻撃されている。マジで？どっから来たの、お前ら。英雄？オッケー。何しとんねん。斧持って、お前何しとんねん。オッケー。うわー、次々来るな。あと半分以上いるのか。マジで？豚ちゃんまた来たの？来なくていいよ。ねえ、来る必要ないって言ったでしょ。うわー、また来た。すげえ勢いで来るな。ちょっとショットガンでお仕置きしようかな。しつこすぎるね。ドガンしね。バカ野郎、ふざけんじゃねえ。絶対に怖ささせんで。今若干噛んだけどね。怖ささ言うたれ。で、うーん、どこだ。音はしている。あー、地か。オッケー。斧持ちか。いいだろう。怖さあまり出ない。だ。全然死なねえな。よし、死んだ。ようやく死んだ。うわー、マジ、こっちからも来てるな。すごい勢いで来てる。はい。反動がでかすぎるね、このアサルトライフル。おーし、お前だ。また斧持っとんかよ、お前。斧なんぼほどあんねん、お前の家に。まともな家庭じゃないね。どんだけ斧あんだよ。普通の家庭なら斧なんてそんなねえもんだぞ。また斧か。釘バットか。どうやらバット。お前バットの使い方間違っとる。野球ファンとしては許せないね。おら！後ろ来てる。まずい、ショットガン。おい、ドッカーン。はい、ぶっ刺す。ドッカーン。あーで、お前も、何しとんねん。どうした？病気か？ハゲ取るやないか、お前。ハゲは近づくな。ハゲ注意ね。ハゲは近づくこと禁止だから、よろしく。俺、ハゲに対してものすごく厳しいからね。ハゲ大嫌いだから。
まあ、嫌いでもないけどね。好きか嫌いかじゃ嫌いだ。オッケー、ないしねー。ケツごめんね、すごい飛んでいったね。あのでかいのは出てこないかな、大丈夫。また釘バトンと野球ファンとしては許せないね。お前ちゃんと使え。それはホームランを打つためのバット道具なんじゃ、ハゲね。野球対決するかこの野郎、絶対勝つぞ。フォーク使えんねん俺は。よし、また釘バットか。お前やめろっつってんだろ。バット傷つくわ、飛ばねえだろそんなぶっ刺したら。雑魚が来すぎ。おお、はい、ゲチゴッツァンです。ああ、もうしゃあない、ショットガン使おうか。ガイドか。カモカモカモ、守り抜くぜベイベー。何してんのあいつ、あいつ無視でいいや。あいつなんか変なダンシングしとるね。はい、ドッカン、ありがとうございます。ごっつぁんでーす。ようやく来たか。はい、ダンシング終了。はい、ごっかん。はい、ドッカン。はい、オンマイガーシュ、ぶっ刺すぜベイベー。で、あと3体か。あの、何しとんねん、何しとんねん、ちょっと待てよ。おいよー、はい、ぶっ刺す、ごっつぁんでーす。ほう、あ、まだ死んでない。おら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 、よし、ようやく死んだ。なんだこいつ、ちょっと強そう。うわー、全然効かねえな、まずいな。あー、まずい、こっちから倒そうか。ドッカーン、ドッカーン。えい、飛んだ。今チャンス、ぶっ刺す。えいゆー、あの近くいたら、近くいたら飛ばされる。ドッカーン、ドッカーン。あー、まずい、すごい勢いで壊されている。あー、早く早く、たまたまたま、よし。で、最後こいつか。こいつ強そうだな。ぶっ刺す、ぶっ刺す、ぶっ刺す。おい、ベイビー、おい、ベイビー、ノーン、ドドドドン。逃げないと、逃げないと、逃げないと。セーフ、セーフ。やっぱ頭、あの、なんかつけてるため食らわないね、全然。おっ、パワー、あいどど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 どで、割ります。蹴ります。はい、キック。ほう。まーずは、2の1クリアですね。よかった、よかった。よかった、完璧だ。最高だね。気分がいい。実に気分がいい。うん。あ、全バチ取れたんじゃない？いけたよね、これ。はい、全バチ習得ですね。ノーダメージ、ノーハブですからね。一度もハブ使ってませんから。ダメージも受けていない。今回、これ簡単にバチ取れるね。うん、あの、敵がまずこっちに向かってこないんで、そしてあれも壊れにくいですしね、柱も。これはちょっと簡単だったね。あ、そしてアイテムの方取れましたね。よし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 。引き続きやっていきましょう。クリアタイマー6分ですね。全バッチ獲得。えい、じゃあ引き続きミッションやっていこうかな。武器の鑑定は、ま、正直あまりいいの取れなかったんで、やめましょう。次はこちら、ミッション02ですね。敵を倒せ。シンプルなミッションだ。簡単じゃないか。武器はこのまんまで。ショットガンアサルトライフルね。この2つでやっていこう。簡単だ。今の俺に苦戦するようなものは何もない。なーい。青しミッションスタート。うわ、気味が悪いな。いきなりなんか強そうな色。なんだこいつ、何こいつ、爆発した。あー、そういうことね。これうまく利用できるね。うわ、ここにタンクあるじゃねえか。燃えている、かわいそうかわいそうごめんね。どうせなら銃で倒してあげたかったけど。ここに出現する敵は41体か。いいね。よし、パーツゲッチ。あー、またこいつ来た。こいつ撃てばいいもんね。ああ、どうしよう。持ってや。こいつうまく利用できないもんかね。敵は、あー、こいつ一匹か。ダメだなぁ。んじゃ、倒しておこう。ごめんね。ドガン、爆発すんじゃねえ。どういうことだよ。おー、また来た。ほら。こいつよく来るな。あ、また来たな。これをうまく利用しようか。来るか。お、あっち来た。違うね。来てないね。あ、お前さっき来るんか。ふざけんな。ドッカーン、ウェイ、燃えている。あー、どんどん死んでないんかい。死んでないっていうね。オッケー、死ねえや。どうした、次々来い。大丈夫だ。オッケー。ほう、奥に武器があるな。取りに行こうか。ドド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 ドこれでノーダメクリアはなくなったな。最悪。豚はやめてくれ。早いんだな、こいつが。あー、うち、まあ、ノーダメクリアなくなったけど、まあ、いいか。こっちから来るのか。ビビったね。急にこっちから現れたよ。こっちはもう来ないという判断でよろしかですか。豚うざいな。ショットガンで蹴りつけるか。いや、まず雑魚だ。よし。ドド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 。おいえ、いただきやした。なんかまた豚か。豚なのか、豚じゃないのか、どっちなんだい。
おお、言いながら襲ってきてるやついるな。誰だ、すげえ声荒げてるな。バカか、お前が来たとこ何の恐怖もないわ。あー、脳みそ飛び散った。あ、これうまく利用できるね。後ろが来ないよね、大丈夫、オッケー。これ来たとこ脳みそでドバーンでいいでしょ。カモカモカモ。お、また火も来てんの。あー、ノノノノ、あかん。おー、セーフ。うわ、あいつ走りながら来んのか、ややこしすぎるね。あの火のやつが走りながら来るってやべえな。ちょっと考えながら進まないとね。来ない、大丈夫、うん、来てないね。裏から来そうで怖いんだよな。また豚か。ショットガン構えてこうかな。えい、来い。はい、ごっちゃんです、ありがとうございます。あ、ののののの、危ない危ない危ない。ほうほうほう、釘刺さりまくってんな、お前。どんな殺され方したんだよ、不思議でたまらんわ。こいつはね、脳みそ一発狙ったら死ぬんでね。そして脳みそが飛び散った、これをうまく利用しよう。これ後ろが来ねえよな、大丈夫だよな。はい、ごっちゃんです、はい、ごっちゃんです。ほう、いいね、いい流れはどこまでも続きます。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、アサルトライフル、たまたまたま、よし、いいね。あ、ノノ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 、あー、ガンガンガン、わー、燃えている、ピンチ。さあ行く、ドッガン、わー、これハーブ使った方がいいかな。一発でも食らったアウトだな。ちょっとミスが続くね。うざいわ。何走ってきてんだよ。燃えながら走ってくんだ。どういうことだよ。なんで燃えながら。お前も釘刺さりすぎだろ。何度も言わせんだ、バカ野郎。ちょっとショットガン構えとくんだったね。失敗したね。リロード最中に来たからさ。あ、またお豚ちゃんか。あ、この先アイテムあるな。はい、お豚ちゃん、ごっちゃんです。よく来てくれました。ただごめん、すぐ倒すからね。あ、のののの、あー、ダメ。これハーブ使わないとダメかな。よし。もうしゃあない、ハーブ使いましょう。ダメだ、使わないとクリアできない、死んじゃいます。ちょっとこれでバッチは取れませんけどね。はい、ごっちゃんです、はい、ごっちゃんです。ほう、あ、また火来たな。あいつややこしいんだよな。うわ、走りながら来たよ。荒ぶってるな、あいつ。奥でクソ荒ぶってる。おいや、ガスタンクドガン、ウェイ。お前まだ来んのかい、お前まだ来んのかい、お前まだ来んのかい、ウェイ。爆発怖えよ、何事だよ。そんな死に方したくないね。ごっちゃんでーす。後ろは来ねえよな。よーし。おいおいおい、どうした、何してる、何苦しんでる。俺が苦しんだよ、バカ野郎。全然死なねえな、お前。もう5クリアできるが、ちょっと待てよ。まだあと倒してない敵数体いるんでね、全部倒していきましょう。ここじゃないな、あっちか。あっちの奥いるね。走っていこう。たったたるた、おいえ。たったたるた、おいえ。うん、やはりこっちいるね。いや、あれ、いない、あー、いたいた、あっちに出現か。よしよし、残るの敵倒して、カンパーン。おお、凍ってる、なんだなんで凍ってる。よし、やっぱショットガン最強だね。もうアサルトとか使う必要性がまるでないっていうね。よし、あ、これ待て、後ろから来てんな。あー、急に走ってくんな。あぶね、あぶね、ごちゃです。あー、41体全部倒しましたね。オッケー、クリア行きましょう。わーお、クリアのケツエロい、オーマイゴーシ。いやー、今回ちょっとダメージ食らいまくりましたね。あの炎のやつは初見だったんでね。そして走ってくるとかいう、もう謎ですよね。走ってくんじゃねえよ。なんで走ってくるんだよと。今回は3つのみですかね。うん。えい、レベル6レベルになりました。スキルポイントも5レベル、5ポイント獲得。パーツ獲得。ハンドガンの武器獲得。うん。鑑定はしなくても良さそうだね。いい武器じゃなさそうだ。さて、クリアタイムは5分ですね。引き続きやっていきましょう。ミッションコンプリート。どうしようかな。もうショットガン、いや、アサルトライフル持っていかないとね。よし、次は、ミッション03ですね。今回はじゃあこれにて終わりにしたいと思います。最後のミッション行きましょう。敵を倒すというシンプルなミッションですね。簡単じゃないか。今更戸惑うことは何もないでしょう。Here we go.ミッションスタートやってきた。あー、うち暗いな、これ。暗いとこで戦うの。うわ、これ、俺苦手なとこだ。嫌なとこだ。なにこいつ、わお、まさかのこいつですか。うわ、かてえな。敵は30体か。うわ、ちょっと、さっきと比べて数少ないから、もしかしたら全部こいつかもしれないね。うわ、なんかついてる、気持ち悪い。なんだこれ。うわ、吐き気。吐き気がね。気持ち悪い。吐いてもよかですか。よし、中入ろうか。中、失礼します。血の跡がある。怖すぎる。怖いです。逃げたいです。帰りたいです。帰っても、帰っても余暇ですが。
うわー、暗闇での戦い苦手だな。絶対湧いてくるよね、敵。よし、行こう。ショットガンの方がいいかもしれない。おお、あそこに来たね。見えている。俺には全てが見えている。やっぱこいつだね。今回の敵全部こいつっぽいわ。で、テケテケ状態になったかな。まだだ。体力半分くるとテケテケ状態になるかな。あ、ならないね。あ、ノンノンノン、弾切れた、サイク。英雄、アイゴさんでーす。キエウセのバカ野郎。いない。あ、おお、いる。まあ、とりあえずアイテム回収。ハンドガンか。アサルトライフル欲しいんだけどね。ヘッドヘッドヘッド。倒れた。これ、なんか、できねえの。格闘攻撃できないね。うわぁ、またテキテキ状態入った。気持ち悪い。危ない危ない危ない。リロードリロード、スウェイクね。危ない。テキテキ状態、くそ足早い。おぉ、なんか爆発した。マジで？あ、倒してないし、まだ。よっしゃ、よっしゃ、よかった。ナイフで倒すっていうね。あれ、どこも出現した？後ろか？違うよね。前だよね。よし、来いや。次々来いや。いや、来なくていいけどね。次々来る必要性というのは残念ながらない。どこにいる？いた。思いっきりいる。逃げてもよかですか。しゃ、おお、めちゃくちゃいるな。6体いる。3体か。あ、普通の雑魚敵か。よかったよかったよかった。あいつじゃないね。白いやつではなさそうだ。はっ、それだけで俺は安心だよ。うわ、これめちゃくちゃいる。あ、これうまく利用して爆発だな。ここドラム缶あるからね。坊や、良い子だ、ここに来な。ドラム缶を打ちまっせ。そしたら、あなたは地獄行き。おーイェーイ。死んでない。What？ ど、なんで死んでない？完全死ぬでしょ。おかしいでしょ。僕めちゃくちゃいいな。レベルが6レベルとね、やっぱステージ行くにつれて高くなってるんで、硬くなってきてるね。アサドライフこれレベル5だからね、だんだんちょっとあまり効かなくなってきてんだよな。よし、行こう。先に進もう。クリアのケツを眺めながら先に行こう。最高だ、気分がいいね。ただすぐ気持ち悪いやつが出てくるからね。そいつさえ出てこなければいいんだよ。アイゴさん、おーと、ここで復活するんかい。うわ、マジで？あかん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 。打ち込め、打ち込め、打ち込め。打ち込め。ドリップ、ドリップ。おーや、完璧だ。後ろ来ないよね。アイテム発見。おー、パーツ。またハンドガンか。ハンドガンは個人的にはいいがないんだがね。おー、なに、ブクブクしてる。怖い。ブクブクしないで。なんでブクブクしたの？よしよし。ゴー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 。現在14体。あと1体倒せば半分ですね。あと16体。すぐに倒してある。これまた結構来るかも。よーし、ごっさんです。よーし、ごっさんです。ほっ、敵が見えない。うー、敵が見えない。いたいたいた。おら、うる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 。ショットガンに切り替えようかな。はい、ドッカーン。はい、ドッカーン。はい、ドッカーン。次々ドッカーン。はい、次々ドッカーン。えいゆー。おー、後ろ来てる。まず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 。早くリロード。よし、危ない。セーフ。ノン、危ない。見えない。ちょっと見えない。ちょっとだけね。おい、ぶっ刺す。ウェイ、消え失せろ、バカ野郎。ご褒美じゃ、ハゲ。喜んでるだろ。ああ、まだ死んでないの？ぶっ刺す。なんで？さっき外れたのか。よし。あと6体。赤い。ショットガンの弾。ん？残るはショットガンでいきましょうかね。もう一匹どこいんだ？あ、落ちるな。ああ、お前また来たのか。ああ、ショットガン全然食らねえ。食らってね。あの、この部分撃てばいいんだよな。うん。あの、なんか出てくるんでしょ。でしよ。鍵ゲッチュ。さて、残りはどっち向かえばいいんだ。あら、行き止まりかな。適当に進んでるか分かんねえんだよな。どっかに何かがあるはずだ。あれ、これ一周回ってきたな。あらららら、ら、出入り口はどこになるんだ。あ、こっちか、こっちか。よし、ゴー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 。イエス、もうクリアできるね。あと5体。ドカーンドカーンドカーン。全然死なねえ。あ、まずい。奥にいる。まずこいつを倒す。あー、また来た。ちょっと待てよ。後ろはいないね。よし。後ろ確認して。まずドッカーン。はい、お前もドッカーン。で、お前もドッカーン。お前もドッカーン。はい、お前もドッカーン。お前もドッカーン。カモカモカモ。アサルトライフルでとどめを刺してやるぞ、ベイベー。てけてて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 。死ねえ。実はまだ死んでねえだろ。下打ちじゃバカ野郎。おー、足にポンと。あ、のの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 の、まず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 い。
ドカンドカン、えい、足足足足足、早く足、早く足、ドカン、えい、ごっちゃんです、消え失せろ。よし、30体すべて撃破いたしましたね。奥にアイテムはないね。うん、これでクリアというわけですよ。ほう、ちょっと今回長かった上に結構難しかった。実は結構苦戦した。急に出てくるからね。暗いってやだね。ミッション、コンプリート。最高だ。ヘイユ。クリアバッチ。レギュラーバッチ。ノーハブバッチ。ジェノサイドバッチ。はい、コンプリートバッチ。最高だ。全部取れた。欲しいもの全部手に入った。うん、鑑定はハンドガンばっかだったね。ハンドガンは正直レイドモードで使おうかな。別に使わないよね。正直もうアサルトライフルとショットガン以外大して意味ねえんだよな。本音を言うとね。ミッションコンプリート。オッケー、じゃあ今回はこれにて終わりたいと思います。次回もね、このステージ2、実況していくので、もしよかったらまた次回見てくださると嬉しいですよ。じゃあまた次回ご会いしましょう。バイバイ。